カニエ町立カニエ小学校は、愛知県甘郡カニエ町場四丁目五百番地にある、公立小学校。近鉄名古屋線近鉄カニエ駅の西二百メートルに位置する。歴史は八百七十二年まで遡り、八百七十三年開校の船入小学校、八百七十三年開校の新カニエ小学校とともに、学生発布後のカニエ町に創設された3。 小学校の一つである。学区内には水郷にある古い街並みとマンションが混在している。西門校舎は最も北に位置する北校舎、最も南に位置する管理棟、北校舎と管理棟の間に位置する中校舎があり、校庭の南側にプールがある。また、プール近くには学校の一部である公園があり、この公園は休み時間でも遊ぶことが可能である。 カニエ小学校では、休み時間のことを、休み時間とは呼ばず、放課という。このため、多くの小学校にある、中休み、二休などと呼ばれている長い休み時間はそう呼ばず、大放課と呼ぶ。同じく、昼休みも、昼放課と呼ばれている。学校の敷地内にある公園に、青い熊と呼ばれる像がある。この像は作られた当初は茶色塗られており、 その後塗装の劣化により白くなり、その後青色に塗られたという話が残っている。この像は一体いつ作られたのかは不明であるが、青い熊という名前は諦めるな、怒るな、威張るな、腐るな、負けるなという5つの言葉の頭文字に由来している。学校としては珍しく、毎年1月に餅つき会が行われている。ありがとうございます。